なんだよ。一人ぼっちだった。みんなと友達になりたくて生まれた国を隠してでもみんなと一緒にいることを選んだ。でもずっと怖かった。本当の僕を知られてまた一人ぼっちになるのか。リストバンド。ここどこ？MA75 方面から魔導死骸をだが死んでしまう我が帝国。やらなきゃ。
危な、見つからないように。ME722 年から半年、そこで人をこれを注入する。ルシスの全てはこんなとこ、早く出たいのに。やるしかない。やるか。ターゲット発見、排除せよ。ターゲット発見、排除開始。
寒い。魔導兵自身の俺により今は領赤子の領この計画M 何者かのような死骸からだ。すでにルシス、いや絶対に魔導兵ターゲット発見、排除せよ。ターゲット発見、排除開始。
こんなとこが俺の家とかありえないって。本当の家 M 究極のまだ自我が破壊とこぼれて、あの成績、あのとみんなの大切、外化する姿が珍しいか。ルーシスにさえ盗まれねばこうなれたのだ。何を。お前はこのルーシスの王も六神すらも凌駕する力を得るのだ。ターゲット発見、確保、回収せよ。ターゲット発見、確保、回収開始。
何考えてんだ。何神器臭い顔してんの。テネブライで王子たちに会ったよ。いい仲間じゃないか。仲間と旅を続けたいなら自分でちゃんと言いなよ。俺仲間でいていいのかな。
アラメア。俺も行く。ちゃんと決着をつけるよ。過去にそうしたいって自分で決めたんだ。足手まといなら置いてくよ。
し、アラネア、オリア、アラネア、了解。消えてくれ。一気に突破するよ。アラネア、いいよ。オリア。アラネア、消えてくれ。アラネア、いいよ。オリア。アラネア、了解。消えてくれ。アラネア、いいよ。オリア。それねえ、アラネア、消えてくれ。アラネア、いいよ。オリア。了解。消えてくれ。
定しろ。はっ、ひゃっ、いくぜ。Whoa!
ここか。いよいよだね。乗り込もう。冴えない顔してんじゃないよ。入れてきな。Shit!
情報によると最深部に新型がある。新型って今までの魔導アーマーとどう違うの？バーサタイルは魔導アーマーと融合して自分を改良し続けるつもりらしい。奴の作った死骸はインソムニアを壊滅させた。破壊するなら今しかないね。でないと大変なことになる。急いだ方がいいね。 ME ナロブス渓谷に現れたロアガ星購入した部早速分析。我が件全てはターゲット発見。排除せよ。ターゲット発見。排除開始。
724年10月帝国はだが、地下市街をその非準魔導兵を追い返せば市街圏我が研究狂ってね、こいつ。あ、さっきより近い。M.E. 自我をかさらに不作機化しがいすべて人と我が機可能も。なんであいつ全部。やるか。Stop right now!
がバーサタイル。自分を兵器にするなんてどうかしてるね。俺がやらなきゃ。下だ。でっか。冴えない顔してんじゃないよ。
さあ、腕の見せどころだ。やるしかない。やっ、
Thank you.
王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。しかし王といえども迷い悩むこともあるだろう。その時はそばでノクティスを支えてほしい。友として、兄として、どうかノクティスを頼む。どうか俺を許してほしい。上がれる場所は？帝国へ。聞こえる？か。別ルートで祭壇を目指す。陽動を展開してくれ。敵の戦力を分散させたい。了解だ。どこか見渡せる場所は？偵察兵か。面倒だな。
内に通達。巨神の攻撃により水陣が消滅。市街地に展開していた帝国兵は祭壇へ殺到中。戦線を放棄。全体は直ちに撤退を開始せよ。繰り返す。全体直ちに撤退。階段までのルートを東側の橋を越えれば行けるだろう。まだあればとか。了解した。迷っている時間はない。向かってみる。健闘を祈る。首相、聞こえますか？何かしら。ノクト救出に力を貸していただきたい。水神と巨神の戦いで今はそれどころではないのだけど、ルーシス王もカンナギも生きているかどうか。必ず生きています。二人をここで死なせはしない。兵に情報を集めるよう伝えておくわ。ただ当てにはしないで。こちらイグニス、聞こえているか？聞こえてるよ。状況は？頑張ってるんだけど。まだ片付きそうにね。分かった。社長、
祭壇ルートはどこだ。祭壇への道は戻った。決める。覚悟。全力で行く。Hey!
キリがない。
強いな。急がなければ。右か。ここからなら祭壇に行けそうだ。
せない。無駄に争うつもりはない。手を貸せ。カンナギ島の吸収を確保する。
選択の余地があるのか。危険な賭けだが。理解したようだな。手早く済ませよう。言われるまでもない。少しはできるようだな。覚悟があるならついてこい。魔導エンジンの音。ああ、やめておけ。交代命令を出している。時間の無駄だ。お前は何だ。以前は義手ではなかったはずだが、かつて私は頼りない王に代わり、この手で闇を払おう。これはその報いだ。なぜ。ただそれだけだ。ノクトに力を貸してくれないか。勘違いするなよ。お前と道を共にしているのは利害が一致しているからだ。帝国の狙いは紅葉の指輪にある。指輪が渡れば二人の命が危ない。急ぐぞ。分かっている。時間が惜しい。同感だ。静かに進め。分かっている。遅れるな。ああ
けるか。誰に聞いている。速攻仕留めろ。了解だ。足を引っ張るなよ。そのままお返しする。お前はノクティスが真の王になると信じているのか。聞かれるまでもないが、テネブライが戦火に包まれた日、真っ先に逃げ出したレギス、その息子が真の王になれると。王を支えるのか。寛大に死ねる。フルーレ家の責務を果たしたようだ。ノクティスに王としての自覚が芽生えれば、煩わしい。倒すしかない。クラッス、うん、消えろ。はい、クラッス、覚悟、うん、レイス、打ち破り、よっ、異性だけは認めてやる。ノクティスは真の王には程遠い。このままでは星は闇に覆い尽くされ皆が死ぬ。ノクトは今はまだ王としての自覚が足りないが、決して自分が背負う運命から逃げ出すような人間ではない。その言葉通りであればいい。消えろ。先を急ぐぞ。ああ。ノクト！ルナフレーナ。ルナフレーナ様の。歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ。真の王の力を。今の光景は、何だったんだ。Thank you.
そう！ルナ・フレーナ。ルシスの犠牲になった。そして今、我が妹までも。そこをどけ。何のつもりだ。無様な王ノクテスをこの場で殺す。守りきれなかった無念さはわかる。だが矛先が間違っている。お前に何がわかる。諦め。誰しも使命を果たしているに過ぎない。俺もお前もノクトも理屈だ。お前の言っていることは何もかも。戻った。ノクトを殺せばルナ・フレーナ様の思いまでも殺すことになる。妹はもう目を開くことはない。立ちふさがるならお前からだ。はい。勝てるとでも思うか。
気が。消えろ。オクティスともども死ぬがいい。この剣で死ぬ。イグニス！グラデオ！一人か？プロムトは？ねえ、主のこのざまを見てどう？何を。君も本当はがっかりしてるんでしょ。立派な王になると期待して命までかけてきたんだ。やめろ。俺もなんだ。だからもう諦めて、旅も未来もここでおしまい。何を言っている。ノクター。へえ、すっかり仲良くなったね。一つ提案なんだけど、ここでみんなで死ぬ？それとも君が俺と一緒に来る？どっちがいい？
れが答え。王様を助けたかったら俺を倒してくれと。ムートさん。ムートさん。のんびりしてられないんじゃない？俺を早く倒す。死んじゃうよ。ムートさん。優秀な進化に囲まれて羨ましい。でも甘やかしたあの子は成長できない。どうせ君も死ぬんだ。王の命と名前、未来はここ。そんなことはさせない。危ない危ない。今日はここまで。イグニス！グラデオ！一人か？プロンプトは？絶好のチャンスかな？で、主のこのざまを見てどう思う？何を？君も本当はがっかりしてるんでしょ。立派な王になると期待して命までかけてやめろ！俺もなんだ。だからもう諦めて、旅も未来もここでおしまい。何を言っている！ノクター！へえ、
かり仲良くなったね。一つ提案なんだけど、ここでみんなで死ぬ、それとも君が俺と一緒に来る、どっちがいい？王様を助けたかったら俺を倒してこい。よっ、はっ、せ、はっ、はっ、のんびりしてられないんじゃない？俺を早く倒す。はっ、君死んじゃうよ。優秀な進化に囲まれて羨ましい。でも甘やかしてたら、あの子は成長できない。どうせ君も死ぬんだ。王の命だ。未来はこう。そんなことはさせない。危ない危ない。今日ここまで。